私たちは在日特権を許さない市民の会、福岡支部のものでございます。今日は、2月22日は竹島の日でございます。その竹島の日に、合わせて今日2月20日全国各地、北海道、東京、名古屋、大阪、それからここ福岡で全国一斉に凱旋とデモを行っております。なんで私たちがこういうことをやらなければいけないかっていうのは、今後 の、 弁士が述べますけれども、まず私からは一つだけ、皆様にお知らせしたいと思います。今ここで、尖閣の、両船のビデオを YouTube に上げた方の、外国人記者会見、記者クラブでの記者会見の様子を流しております。これを地上波メディアは一切流しません。だからここで皆さん通ってある方多分知らないと思うんですよ。メディアが流さないことは皆さんないものと思ってるんですよ。おかしいんですよ。彼がどういう意図を持ってあの動画を YouTube に上げたのか、それすら検証せず、彼が公務員だからね、秘書義務を、破ったとか、しょうもない話の筋が全然違う方に違う方にメディアが持っていって、彼が本当に言いたかったこと、あの動画をなんで流したかっていうことをですね、彼はここで述べてます。メディアを信じるっていうことはそういうことです。自分で探してください。自分で、これだって僕が YouTube で撮りました。 YouTube で見れます。他の動画でも見れます。メディアの言うことが全て本当だと思ってたらバカですよ。それとですね、それがなんで竹島に結びつくのか。竹島はもともとですね、日本の領土です。今も日本の領土です。なんでそこに韓国、まああそこは警察を置いてますけれども、そしてヘリポートを今後作ろうとしてます。要するに実効支配を高めようと思ってるわけですよ。とんでもない話です。いいですか。自分家の庭によそから来た人間が小屋建てて、犬小屋じゃないですよ、100人乗っても潰れない田舎の物置かもしれない、そういうのを建てるんですよ。この土地はうちんだ、ごねてるんですよ。それを国ごとやってるのが韓国下朝鮮です。皆さん許していいんですか。これを許せばですね、尖閣に中国来ますよ、ね、尖閣に中国来たら絶対沖縄も来ますよ。今ロシアのメドベージェフが、北方四島を埋めてますよね。これそれもこれもね、民主党の鳩山、あのルーピー鳩山のせいなんですよ。軍事力っていうのが危うくなると他国は必ず自国の有利に動きます。それ通りにされてるんですよ。でその政権を選んだのはここに いらっしゃる皆様でしょ。民主党に入れた方々でしょ。どこまで考えて選挙に行ったんですか。また選挙に行かない方とんでもないですよ。選挙に行かないっていうのは民主党に入れた人よりももっと悪いですよ。反省しなさい。いいですか。政治っていうのは今不況です。直接私たちの要するに生活にのしかかってくるんです。子供手当とかばらまきをやって、ね、その財源はどこですか。僕らの税金でしょ。それで消費税を上げるって言ってるんですよ。話が違うじゃないですか。公務員の2割、給料引き下げやるって言って下げてないでしょ。当たり前ですよ。民主党を応援してるのは公務員自治労じゃないですか。そんなこともわからないで、テレビで自民党はダメだ、自民党はダメだ、麻生さんはホテルで、酒飲んでる、ね、漢字が読めないのはダメ、全然本筋が違うんですよ、話が。それすら皆さんわからなくなったんですか。私たちがなんでここで街頭でこうやって声を上げてるか、
メディアが何もやらないからです。だから一人でもいいんです。僕らがこれやってですね、一人でもいいから気づいて、ああそうなんだと、私がしっかりしなきゃいけない、ね、選挙にも行かなきゃいけない、一人でもいいからそう思っていただけたらと思って、私たちはこういう活動をやっております。最後に一つだけ、竹島は日本の領土です。文句がある朝鮮人おったら出てこい。天神会話へご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは在日特権を許さない市民の会でございます。今日はですね、2月22日竹島の日、これに先立ちまして毛子公園を出発したデモ行進を行います。いいですか皆さん、2月22日は竹島の日、今日はこれを覚えて帰ってくださいね。竹島という島はですね、島根県に属しておりまして、これは歴史的にも国際的にも日本固有の領土であると認められております。しかしながらですね、捏造大好き嘘つき民族朝鮮人韓国人が竹島の乗っ取りを着々と進めております。やつらはですね、竹島に人を送り込んで、言葉あらずに竹島、これ日本の名前ですよ、これをですね、ドクトとかいうね、なんかきっちょならしい名前でですね、勝手に地図作ったりしてるんですよ。許せませんよね。これ朝鮮民族ね、いつものやり方なんですよ。嘘を正当化するためには手段を選ばない。自らでっち上げた嘘をこうやってですね、既成事実化してしまうのが朝鮮人なんですよ。皆さんですね、こうやって私たちプラカードを持って、2月22日竹島の日、竹島を韓国から守れ、竹島を韓国から脱会しろと訴えておりますけどね、皆さんなかなかこれ身近な問題だと思ってない方いらっしゃいます。例えばですね、これが沖縄だったらどうですか。沖縄は今中国に乗っ取られようとしていますよ。皆さん知っていますか。これ例え話でも何でもないですよ。沖縄は中国に乗っ取られようとしています。それはなぜか、民主党が進める沖縄ビジョン、これがあるからなんですよ。民主党が中国に沖縄を売り渡そうとしています。皆さん嘘だと思ってますか。インターネットで調べてくださいね。沖縄ビジョン、この言葉検索してください。私たちだってね、これ嘘だと思いたいですよ。沖縄ビジョン、これ検索してくださいね。で、今日デモ行進はですね、2時半に毛子公園出発いたします。皆さんどんどん参加してください。よろしくお願いします。皆さんの中にはですね、こうなかなかデモ行進参加するの恥ずかしいとか、そういう方はいらっしゃるかと思うんですけど、皆さんにも竹島を守ることにできることがありますよ。よく聞いてくださいね。4月に統一地方選挙行われます。これで民主党の議員だけは絶対に